シュガピじゃん。調子はどう？今元気になった。今元気になった？ああ、今元気になった。今の今までへこんでました。どうした？簡単に元気になったな。かっこいい。どうした？どうもしてなくなった。どうもしてなくなった？うん。もうあの、ばあさんちの猫になったら、じゃあシュガピ。あ、猫になろうかな。どういうこと？ゴロゴロゴロ。どうした？どうしたね。どうした？何？私が悩み打ち明けてみたらどうだ？無駄に私は長いこと生きてるからな。多少のアドバイスはできるかもしれないぞ。マサって何歳なの？42。42？うん。いい年してる。いい年。シュガピ、シュガピ好き、42。42好きってなんだよ。そうさ、ピンポイントで42を好きなの。で、何？どうしたの？え？応援してないよ。ただ、温泉に誰もいないっていうか、こう帰る場所がなくてちょっと寂しいだけ。帰る場所はあるじゃないか。ある、ある？この町だよ。深いこと言い始めた。なんで？え？この街で目を覚ませば、ここが君の居場所だ。へえ、まあ、もうそう。狭く考えすぎじゃないか？もっと近い距離にさ、だからさ、朝起きたらおはようっていう相手がいたからさ。うん。昨日まではね。でも人間成長しなくてはいけない。今まではおはようというふうに言ってくれる人たちがいたかもしれないけど、今はおはようって言ってくれる人たちを作らなくてはいけないフェーズだろ、うん、でもここの街が君の居場所なら、君からみんなにおはようって言えばいいんじゃない？そしたらその中から出会いとかそういうのがあって、うん、いずれはまた無線でおはようって言える場所ができるんじゃないの？できるかな。まあ作ろうとしなければできないよ。、うん、じゃない？待っていたって始まらない。自分から行かなくては、うん、それはそう。それが成長の証では、うん、確かに。そうだろ。いやでもシュガピもずっとここがいい。このバンさんの背中がいいな。すごいいい感じ。これここ、すごいこんなに居心地いい場所あったんだって感じ。あ、草津に来てここがいい、一番いい。あのね、一応こう見えて一番ここが危ないんだよ。ほんと？うん、逆に安全そうだけどな。いや危ないだろ。危ない？危ないよ。危ないのか。何を勘違いしてるのか知らないけど、うん、私は指名手配犯だよ。うん、危ないじゃん。おばあさん強くてかっこよくて優しいよ。別に強くはないし。え？ただの年寄りだ。2歳だし。え？素敵。もう年だよ。え？この町の
この町の1年って早いでしょ、うん、早い。でも内容が濃いじゃない、その分老化が早いんだよ。ステーキもいっぱい食べてると、そう、芋もたれちゃう。芋ボロボロだしな。だから大変なんだよ。だろ？そうか、まあ確かにギャングのボスは大変そう。まあそれはな。ほら、でもそうやって気にかけてくれて相談聞いてくれたり寄ってくる友達はいるだろ。そうなんだよね、そうなんだよ、うん、シガピのために泣いてくれる子までいたの。だから一人じゃないってこと。そうなんだよね。それに気づかされたというかさ、まあ分かってなかったわけじゃないけど、改めてこう実感させてくれたから、これもいい経験だったのかなって思ってる。寂しいけどね。寂しいのはそりゃそうさ。なぜそういうのを力や恨みに変えないのか私は不思議だね。ゆうちゃん、はい、大事な人が殺されたり大事なものが奪われたり壊されたりしたら人間はどう思う？大事な人を奪われたらこう殺せばいいんじゃないですか、その人、奪った人。 それはなぜだ？憎しみや怒り、恨み、そういうものが生まれるからじゃないのか。そうですね。それが原動力になったりすることだってあるしね。確かに。物は考えようだよ、どんなことだって。どうした？おばあさんの頭いい匂いするな。シャンプー何使ってるの、おばあさん。はい、おしまい。ああ。また、じゃあまたシガピが頑張ってたらおんぶしてくれる？君が元気がなかったから話を聞いてやろうと思ってやっただけだ。なくさなきゃ。そっちなんだ。元気が出ればいいと思ってやったんだぞ。元気になったよ。そうか、うん、それは何よりだ。じゃあな。あばあさん、またね、ありがとう。はい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 。じゃあばあさん、何シガピが作った、ほら、リンゴ飴だ。リンゴ飴あげる、ポイントなんだ。日本で食ったことある？硬いな。うん、これの食い方がよくわからんくてな、舐めればいいのかかじればいいのかよくわからんのだ。ああ、かじる。かじる。かじるとな、痛い。あ、でも、じゃあ包丁でこう切ったりもしてるよ、最近も。そうするとな、うん、飴が砕け散る。難しい。だからあれは多分舐めてある程度薄くなったところをかじるんだっていうふうに思ってる。確かにそれがいいかも。でもバンさんがリンゴ飴ペロペロしてるのちょっとかわいすぎ。でも重くて邪魔。あ、リンゴ飴。そうだよね、そうだよね。だから最近いちご飴とかマスカット飴っていうのが流行っとるだろ。おいしいよね、食べやすいしね。確かに実に合理的だなと思った。確かにそうだね。ごめん、リンゴ飴の話で長引いてしまったね。全然だよ。ありがとう。うん、じゃあまたね。これもあ、アイファックスくれるの？今日作ったアイファックス。おー、出来たてなんだ。うん、愛情込めてある。それ、あ、じゃあ一個いただくわ。おいしい？ムミ。ムミか。ムミだ。あ、じゃあもうちょっと愛情込められるように頑張って作るよ。わかった。じゃあな。